企業の技術力の証でもある特許。日本の特許出願件数は減少傾向が続く中、山梨の出願件数は年々増加しています。技術開発に意欲的な企業が増えている表れとも言えます。そんな中、世界20カ国以上で特許を取得、山梨から世界に進出を果たした会社があります。観賞魚が好きで、観賞魚をより楽しむために発想した技術が世界の水族館で採用されています。その昔、武田信玄公は金山を開発し、優れた経済政策で戦国最強の軍団を作りました。今を生きる山梨のビジネスリーダーに受け継がれるひらめきとこだわりに迫ります。信玄のひらめき。今回のひらめきは、置き場所困って部屋の中心に水槽を置いたのがきっかけです。上から鮮明に見えるようにしたらいいなとずっと考えていて、開発を続けていました。水族館でも家庭でも水槽といえば横から見ることが普通ですが、こちらの水槽は上から覗き込むことができ、しかも魚の姿をはっきり観察できます。これなら水槽をテーブルにすることも可能です。空を飛ぶ鳥の視点で鑑賞できることから、その名もバーズアイ水槽。開発したのは大月市新岡町に本社を構える株式会社スプリングです。上から鮮明に見える方法で特許を取得しておりまして、普通の水槽が壁際にあるような水槽ですが、バーズアイ水槽の場合は部屋の中心で、楽しむというところに特徴があります。普通の水槽ですと横から見ることが多いと思うんですけど、横からも上からも見えるようにしています。水槽を上から覗き込むと、水面の揺れや反射で魚の姿をはっきり見ることはできません。しかしスプリングのバーズアイ水槽はクリアに魚を上から観察することができます。世界的な特許となったその技術とは、天板ガラスを取り外しますと、はい、水が常に満たされている状態になっています。天板のガラスから周りにちょっとこぼれるようになってるんですね。はい、そうですね。天板ガラスと水面を密着することで透明性を確保し、水槽周辺部に塗料をつけ、水槽から溢れた水を流しつつ、ろ過槽に回す。これにより、常に天板ガラスと水面の間の空気槽がなくなり、上から鮮明に魚を見ることが可能となります。最初の頃は周囲にパッキンをつけて、水が漏れないようにしていました。ただパッキンがだんだんへたってきて、3ヶ月とか半年くらいでパッキンを交換しなきゃいけなかったんですが、漏れてしまった時に、大丈夫なようにパッキンの外側にも溝を作ってたんですね。そこから発想転換をして、常に漏れている状態にすればいいやというところが特許になると思いました。上からもクリアに見えるというユニークな水槽は、日本はもちろん、ヨーロッパやアジアの水族館、飲食店で次々と採用されます。開発のきっかけは、観賞魚が大好きだった宮崎社長のふとしたひらめきでした。
大月市にある株式会社スプリング、観賞魚用のアクリル水槽のメーカーです。主力製品は世界20カ国以上で特許を取得しているユニークな水槽、バーズアイ水槽。鳥の目線で魚を上からクリアに見ることができます。世界各地の水族館や飲食店で採用されるこの水槽をひらめいたきっかけとは。私自身がお魚が好きで、部屋中水槽だらけになってたんですけど、置き場所困って部屋の中心に水槽を置いたのがきっかけです。で、最初の頃は、上から鮮明には見えなかったんですけど、上から鮮明に見えるようにしたらいいなとずっと考えていて、開発を続けていました。部屋の中心に水槽を置けないか、趣味の延長としてバーズアイ水槽の製作がスタートします。20代後半くらいの時に、それを買いたいという方が現れて、歯医者さんの院長さんだったんですけど、お金を払ってでも欲しいから作ってくれというふうに頼まれて、そこでビジネスチャンスを感じました。2010年には大月市に工場を設立、バーズアイ水槽のラインナップも増えていきます。当初開発した平面の板から製造するレテングラという商品ですねから始まったんですけど、丸みを持ったデザインが欲しいということで、円柱系のラウンドタイプを開発しました。で、その後さらに、独創的なデザインにしたいということで、 FRP で曲面の水槽開発、 UFO と言いますが、それを開発しました。優れたデザイン性は数々の受賞にもつながりました。さらに従来の水槽では分からなかった発見もありました。私自身が横から魚を、見ていましたが、上から鮮明に見えるようになって、魚の新しい生態とか面白さとかが発見できましたね。アフリカンランプアイという目が光る魚がいるんですけど、それを上から照明を当てて横に光が目が光るんですけど、上から見たらそのランプアイは単なるメダカじゃないかというふうに言われることがあったんですけど、実際バーズアイ水槽で、飼育してみると上に向かっても目が光っていたので、それは普通の水槽では、絶対気づかなかったことかなと思います。次第に販路は国内から海外へ。自社技術の独自性を保つために選んだ武器は特許でした。大月市の株式会社スプリングが製造販売するバーズアイ水槽、上から魚が鮮明に見えるというユニークな技術の他にも、ろ過能力が高くメンテナンスがしやすいことなども特徴です。個人ユーザーさんはもちろんなんですけど、水族館さんとかイベント会社さん、あとインテリア会社さん、あとホテルとかレストラン、病院などに展開しています。販路は海外に拡大。そのため数年がかりで上から鮮明に見える技術の特許をアメリカ、ロシア、中国など世界20カ国以上で取得しました。実際にフランスやマレーシアの水族館、中国のレストランなどへの導入も実現しました。また香港に代理店を開設するなど、海外戦略をバイリンガルのスタッフが支えます。現在は神奈川県にある相模川ふれあい科学館に設置する床下タイプの水槽を製作中。直径3メートル、床なので歩き回って覗き込むことができます。さらに逆さ富士と名付けた新商品をリリース。
3D プリンターを利用し、個人ユーザーをターゲットに商品開発しました。隠れクマノミとかクマノミですと、上を見てこちらを見てくれるということがあります。魚自身が人間に対して好奇心を持ってくれているように感じます。このほか水槽を製造する過程で必ず発生するアクリル板の端材をリサイクル、おもちゃや家具、ノベルティなどによみがえらせる取り組みも進めています。幼稚園の頃に歯医者さんに熱帯魚が置いてありまして、両親にお願いしてちょっと遠目の歯医者さんまで行ってたというのが、もともとのこの魚に観賞魚にのめり込んだきっかけですね。診察の前の怖い時間を安らげるかなと思うんですけど、その頃の喜びとか安らぎを世界中に広めていきたい。IT を駆使して、ユーザーに直接投げかけたりとかですね、海外へ、展開していく方法を考えながら、日本から世界に向けて、発信していきたいと考えています。観賞魚の美しさを最大限に伝えられるアクアリウムを作りたい。バーズアイ水槽は世界各国での特許取得につながりました。大月から世界への挑戦は続きます。